女子テニスの木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2024日本大阪森田テニスセンターうつぼハード WTA250 は17日シングルス2回戦が行われワイルドカード主催者推薦で出場している18歳で世界ランク179位の斎藤桜が第5シードのイーヤバネスヤンアルメニア57の67対26対4のストレートで破り ツアー大会初出場でベスト8進出の快挙を果たした。斉藤桜 VS アバネスヤン1ポイント速報。結果、18歳の斉藤がツアー大会の本戦に出場するのは今回が初。1回戦では世界ランク62位のジェーブザス・マネイロ、スペインを下し、ツアー大会初白星を挙げ2回戦に駒を進めた。世界ランク48位のアバネスヤンとの顔合わせとなった2回戦の第1セット。 斎藤はサービスゲームでセカンドサービス時に攻め込まれ3度のブレイクを許すも、リターンゲームでは同じく3度のブレイクを果たし、このセットをタイブレークに持ち込む。迎えたタイブレークでは1-2から一気に6ゲームを練習し先行する。続く第2セットは序盤で両者ともに2度ずつブレイクを奪い合う展開に。それでも斎藤は第7ゲームでこのセット3度目のブレイクを果たし、 ツアー大会初の8強入りを成し遂げた。勝利した斎藤は準々決勝で予選勝者で世界ランク150位の K ビレル、オーストラリアと対戦する。ビレルは2回戦で第3シードの E メルテンス、ベルギーと対戦したが、メルテンスが途中棄権し準々決勝に進んだ。